こんにちは、いちごからの桃、いちこと申します。お願いします。今日はですね、ちょうどさっきひろあかの一番くじ引いてきました。めっちゃ緊張した。私はコンビニで引いたんですけど、20分ぐらい前に行ったらもう一人待ってて、そこからちょっと人増えてきたけど、そんなに長蛇の列って感じではなかったです。私は2番目に引きました。私が行ったところは回数制限がなかったので、最初に引いた人が多分20回ぐらい引いちゃってて、引いたもの紹介と開封していきたいと思います。今回のね、一番くじがザ・ムービーワールドヒーローズミッションの一番くじになっていて、フィギュアもねすごい豪華で人気だったんじゃないのかなって思ってます。まずグッズの紹介します。 A 賞から D 賞までデク、かっちゃん、とどろきくん、エンデバーのフィギュアになっています。これがねめちゃめちゃかっこいいですよね。フィギュアねめっちゃ狙ってた人も多いと思います。次 E 賞タンブラーです。これもねめっちゃおしゃれ。前にガラスコップがあったんですけど、タンブラーはね新しいなって思いました。で次キャンバスボード、これヒロアカのキャンバスボード待ってました。めっちゃかっこいい。映画の一番くじなので映画仕様のやつ当たったらいいなって思います。次 G 賞ラバーチャームです。これも映画仕様のテク、かっちゃん、とどろきくんとロディも入っています。あとは A 組の何人かが入っていますね。最後ラストワン賞がデクのちょっとメタリックになってる感じのフィギュアになっています。はい、じゃあ私が当てたものを解消から紹介していきたいと思います。開封もね一緒にやっていこうと思います。まず G 賞のラバーチャームから紹介します。ちなみに私はくじは15回引きました。じゃーん、こちら G 賞のラバーチャームが6個当たりました。結構ラバーチャーム当たった方かなって思います。じゃあ開けていきます。お願いします。さっきのラインナップにあった通り、かっちゃん狙って引いていきたいと思います。お願いします。はい、1つ目はせーの、はい、おー、ロディでした。やったー、かっこいい。ロディはね今回の映画のキャラクターになっています。やったー、ありがとうございます。今回の箱の柄にもなってますね。もうさっき引き立てだからなんか嬉しい。じゃあいきます。せーの、はい、飯田くんでした。かっこいい、ありがとうございます。なんか色がね今回ちょっと大人っぽい色してますね。はい、3つ目いきます。せーの、はい、ミネタくんでした。ミネタくんのグッズなかなかないから嬉しい。かわいい、ありがとうございます。丸いやつとね四角いやつもあるから当たんないかな、一つぐらいお願いします。いきます。せーの、はい、はい、デクでした。やったー、かっこいい。デクくん来てくれました、ありがとうございます。残るは2つ。いきます。せーの、はい、せーの、はい、はい、あー来た。やったー、かっちゃん来てくれました。かっこいい、ありがとうございます。かっこいい。やったー、この丸いやつすごい欲しかったのでよかったー、一つぐらい来てくれて。じゃあ最後引いていきます。せーの、はい、雷くんでした。ありがとうございます。安定のね雷くん、たまによく出てきてくれます。はい、ラバーチャームこんな感じになりました。すごい良かった。やった、この3人が映画仕様で出てきてくれたので本当に良かったです。あと被らなかったのも良かったです。ありがとうございます。はい、次は F 賞キャンバスボードになります。こちらがじゃーん、4つ当たりました。ラインナップはねこんな感じなので、かっちゃん当たったらいいなって思います。でも3人が写ってるやつとかもめっちゃかっこいい。結構大きめだよね。はい、じゃあ1つ目いきます。せーの、ほい、とどろきくんでした。すごいかっこいい。こんな台紙がついていて立てれるようになってますね。ありがとうございます。はい、2つ目いきます。せーの、ほい、映画のデクくん来てくれました。デクくん結構来てくれる、ありがとう。めっちゃかっこいいよこれ。やったー、オリジンがね揃いつつあります。はい、次、せーの、ほい、あ、
やった3人写ってるやつ、めっちゃいい、ありがとうございます。え、今回引き良すぎ、やばい、めっちゃかっこいいね。はい、最後いきます。せーの、はいはいはい、やばー、こっちゃんかっちゃんじゃん。しかも映画の方のみんなが映ってるやつとかっちゃん出ちゃった、やば。いいんですか。本当に今回引き良くて嬉しい、ありがとうございます。めっちゃかっこいい、かっこよすぎる。はい、キャンバスボードこんな感じになりました。大勝利ありがとうございます。ここまで来るとね、とどろきくんの映画バージョンこれなんですけど、欲しかったって思っちゃいますね。でもすごく引き良かったです。ありがとうございます。次行きます。はい、次、いい賞タンブラーになります。じゃーん、こちら。今回は3つ当たりました。前に一番くじのガラスコップは7個ぐらい当たったので、まあ、タンブラー3つぐらいで良かったのかなーって感じですかね。じゃあ1つ目開けていきます。結構ね、重量は軽めですね。せーの、ほい。とどろきくんのタンブラーでした。かっこいい。とどろきくんも今回よく来てくれるね、ありがとうございます。はい、次いきます。せーの、ほい。あ、まさかのデクくんも来てくれました。さっきと同じ流れじゃないですか、とどろきくん、デク、ありがとうございます。うわー、これ最後どうだろう、誰かな。とどろきくんとデクがかなり出てきてくれる。これもね、みんなが映ってるやつもあるんですよね。あ、これですね。じゃあいきます。せーの、ほい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 。え、嘘、え、かっちゃん、え、オリジン揃ったんだけど、え、やばい、鳥肌、これはすごすぎる。え、こんなことあっていいの、やばい。はい、なんとトドロキくんとデクとカッちゃん出てきてくれました。めっちゃ嬉しい、やった。この3人が来てくれるとは思わなかった、本当に。もうラスト引くの絶対カッちゃんじゃないと思ったから嬉しい、ありがとうございます。じゃあ最後、あと2つ残ってるのでフィギュア紹介していきたいと思います。はい、じゃあ紹介していきます。私が今回引いたフィギュアはまずこちら、じゃーん、 A 賞緑あいづくです。本当に今回デクくんの運が良かったみたいですね。てかオリジンの運が良かったかな。めっちゃかっこいい。最後にね、組み立てていこうと思います。もう本当に欲しかったから嬉しい。はい、でですね、フィギュアはあと一つ当たりました。こちらです。じゃーん、 B 賞爆豪かつき、かっちゃんのフィギュア当たりました。これが一番嬉しかった。本当に6、7回目引いた時に出てきてくれて、え、こんなに早く来てくれたんだと思って。私の前に引いた人がかっちゃん当ててなかった、まだ3つ残ってたので、それが運良かったのかもしれないです。やったー、めちゃめちゃかっこいい。フィギュア開けていきたいと思います。デクくんから開けていきます。はい、今体と顔だけくっつけたんですけど、こんな感じでパーツが、これとこっちの顔のやつありますね。あ、思ったよりちゃんとここが長めでした。私もうちょっと短いと思ってたんですけど、なんか足を支える台みたいなのがついてました。これで合ってる。で、これを首をつける前につけるみたいですね。じゃーん、こちらデクくんです。え、クオリティすごくない？あとほんとずっしりしてるし、大きさもね、結構大きめですね。かっこいい。顔変えてみます。はい、こちらがフードかぶったバージョンです。かっこいい、どっちも。どっちで飾るか悩みますね。ありがとうございます。はい、次こちら、かっちゃん開けていこうと思います。デクくんがあのクオリティだったから、かっちゃんもめちゃくちゃ期待しちゃいますね。
はい、かっちゃんこちらの顔はこんな感じです。かっこいい。本当にさ、全身全部クオリティがすごい。はい、こっちのフードこんな感じです。かわいい。このフードかぶってるのね、めちゃめちゃかわいい。ありがとうございます。最後、開けたものをすべて並べていこうと思います。はい、並べるとこんな感じになりました。ちょっとフィギュアが大きすぎて顔がちょうど入ってないんですけど、ちゃんとここにいます。多分レクとかっちゃんは四角いラバスト以外は出たのかな。そんな感じがしますね。めちゃめちゃ引きよかった。回数制限ないから何回引くか悩んだんですけど、最初10回って決めて途中で15回にしようって変えてよかったです。今回はね、すごい楽しみにしてた一番くじだったので大勝利できてよかったです。すごい人気なので、今日から発売で、もしかしたら明日にはなくなっちゃってるかもしれないんですけど、もしやる予定のある方いたらやってみてください。めちゃめちゃね、全部グッズいいから。今日もご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。このクオリティはマジでやばい。かっこいい。ありがとうございます。